はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、鴻上亮健です。さあ本日なんですが、ドラゴンリンクがですね、規制入りましてですね、だいぶね、あの動きが弱くなりましたというところで、これまあどういうね、あの規制が入ったかっていうと、ドラゴンリンクね、カオステリトリー作業カード、これが純制限になりますと。で、さらに、クイックリボルブ、これも純制限になりますということで、この2枚はね、特殊召喚できるカードなんですよね、基本的にはモンスターを。だから手数が減ります、まず。でさらに、まあ、あの安定、まあ、貫通力、誘発貫通力も減る。手数と貫通力が減るってね、相当弱くなるんですよね。で、まあ、そこで、今回はこのドラゴンリンクをリペアするプランをちょっと考えてきたので、ご紹介していきたいと思うんですけども、ね、これあの元々の、大元のギミックというかデッキは、ね、ツイッターであのヤクファンさんという方からちょっと構築いただきまして、で、それを参考に組ませていただいておりますと。でこのデッキの、まあ普通のドラゴンリンクと違うところは、ここですね、ここです。はい、まあ普通は入ってないですよね、このギミック。楽園融合、アナコンダ楽園融合ギミック、または天球から、アルバス出してくるギミック、これです。これね、なんでかっていうと、やっぱ貫通力がだいぶ減ったっていうのもありまして、ちょっとねモンスターを、ま、前にあの盤面に出していく能力が減ってるんですよ、このデッキ。ってことは結局なんかその止まっちゃうんですね、バレルエンドとサベージみたいな理想の、まあ、動きってなかなかできなくて、結構やっぱ誘発食らって、まあ、結構展開止まっちゃうということが割とこのデッキ起きるというところなんですよね。じゃあどうすればいいかと、まあ、モンスター2体くらいであれば結構並ぶじゃないですか、誘発打たれてもね。なのでそこで、アナコンダで貫通していく、または天球からアルバスで妨害を用意していくという感じですね。まあ、特にね天球は結構出しやすいんですよね、ドラゴン族モンスターみたいになるんで、基本的にはこのデッキなので天球を出すで、天球でアルバスをあの相手のターンに、相手のカードをバウンスしながら特殊召喚して、アルバスの効果で例えば、まあ、光属性、まあ、ピュアリとかであれば、アルビオンからあのミラジェル出したり、まあ、エクストラデッキから出てきたモンスターがいれば、アルバスで吸ったりとかいうことができますね、まず。で他にも、まあ、アナコンダから普通に、楽園融合をぶち込んでミラジェルを爆弾させるという動きもできるというところで、このギミックをまあ付け足しているっていうところですね。まあ、どうせ貫通できないからっていう、どうせそのドラゴンリンク展開なんか通らないから、まあそのアナコンダとか天球で止まる想定で、まあ、デッキを構築するというプランが一応、新しいドラゴンリンクの、まあ動き方ですね。まあ、ちょっと使ってみたんですけど、まあ、言うてね結構まあ、そこそこやれます。はい、やっぱこれあの役番さんがあのマスター1行きましたみたいな構築を参考にさせていただいてるんで、まあ、普通に強かったですね。はい、まあ、ただやっぱりちょっとねここがね2枚の影響はかなりでかいですね、正直。はい、正直かなりでかいです。まあやっぱ痛いなというところはありますが、まあ自分ねまだ遊べるデッキだと思うんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。だいぶハンドちょっと貫通しづれえなこれ。アルバス君がね、めちゃくちゃ手札に来ちゃうんでね。アルバス君手札来ちゃうんだよね、結構。さあ、相手も困惑してもな、これ、アルバス召喚がええってなってるんだ、多分これ。もうちょっとアルバスを、ストライカードラゴンに変換していく。まあ、あれ、ドラゴン族レベル4以下なんでね。で、ストライカーの効果発動。ああ、無限法要。無限法要。無限法要か。きついな、普通に。普通にきつい。まあとりあえず行くしかない。ちなみになんですけども、魔法カードが結構多いとね、ガンマも結構簡単に打ててたんですけどね、昔は。ちょっとね今ねかなり打ちづらがってますね、やっぱり魔法カードから入って増人とか裏打たせてガンマぶち込むみたいなねのが多かったんですけども、いやこれアナコンダ行っても微妙なんだよな。天球の方がいいか。アナコンダ行くと一応ミラジェード立てられるんですけど、そうするとミラジェードだけで終わっちゃうんですよね。なんで天球でバウンス&アルバスとかを狙える、またはマグナムートとかを狙えた方が多分いいと思います、おそらく。あとワンチャン天球がリリースしてモンスター消えた瞬間にモンスター効果打ってガンマとかでいいかもしれないですね。うん、ちょっといろいろと、まあ、これ盤面弱そうだけどね、なんか意外とそうでもなかったりします、相手の盤面に、盤面っていうか手札によるよね。うん、さあ何デッキなんでしょうかといったところで、ああピュアリーか、なるほど。まあピュアリーはちょっとマイフレンドに当てるのがいいんじゃないですかね。スリーピーメモリー、はい。
で、ショット捨てながら、白で、白効果、まあ、白の辺の効果はまあとりあえずね一回スルーして、あーまあ当たっていくよね。プリティとハッピーか、なるほどな。いやプリティクソめんどく、あでもそうでねえか、天球はリリースできるね一応、あの自分をだから、まあ、プリティは効かねえか。でプリティ効果、1000ライフ回復しながら手札1枚に捨てなす、あショット2枚、あ弱そう相手ハンド、あリリリーね、はい。でリリー効果、まあ、マイフレンドでいいよな、多分これマイフレンドだよねこれ、多分マイフレンドだと思うんですけども、マイフレンドに当てでいい。まあでもここ止めるもまあまあまああるか、ここ止める、まあすべきから出てたらまあちょっと感知されるからあれだけど、はい。マイフレンドだとそれはそれでめんどくさいんだよね。マイフレンドあるとさ、結局さエクシーズモンスター出てくるとさ、なんかそれを処理しようとするとまたプリティメモリーとか全部開始されんじゃん。いや今占ったか、まあ、じゃあここにうらら打つんだけど、いやーここうららだ、いやリリーうららだったかな、ちょっとミスった可能性はありますが、どうしましょう、まあ、典型のここはまだいいです。で効果使ってこようとした、まあここかなー、あまあでもさすがにね一回使わざるを得ないよね。でここでこうしてでバウンス入れます、 OK。で召喚剣は使ってるから、あれ使ってんだっけ、使ってないっけ、でも使ってても使ってなくてもまあピュアリーリリーはまあ別にどっちもいいか。ででショット2枚いってるから意外とピュアリーを出ないんじゃないかという話ある。これどうしよっかな、これ1回あればすで数に行くのまあまああるやんだよな。ここでミラジェイドじゃね、だから高数章であいつ光属性じゃないですか。でこれでもうちょっとガンマ多分使わないからいらないから、ガンマ捨てます。で融合これはね相手の、ね、属性によって結構ね融合する先はまあいろいろ変わるんですけども、これアルビオンが出せるんでめちゃめちゃ強いといったところで、アルビオンくんが、効果発動できます。このチームは多分速攻魔法だよな、もう一枚多分速攻魔法がたまんだよ。まあでも多分ねミラジェイドで吹き飛ばせばなんとかなるんじゃねえか。でもう一枚相手手札リリーだろ、速攻魔法リリー何かだ、つまり相手手札は速攻魔法リリー何か。さあ一体全体どういったハンドでプリティメモリー、はいはい、まあ、速攻魔法だね。でこれで、リリーか 何かが捨てられていく。でそれは何、あリフォーム、弱い相手反動え、これショットショットリフォームってこと、終わってんじゃん、まあ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 終わってる、まあまあ終わってるけど、まなんか結構展開できるのすごいな。でハッピースリーピーハカーナ、まだ手数出んの相手、いやまだ手数出んの、まあでもゴーストリックのムーブは多分できないから、もう全部いってるからショット、リフォームが、でも相手反動ゴミ弱いから多分ここは無理で、ってことはなんとかなるんじゃねえかって話あるよね。ハッピーメモリー、あ、オッケー、あ、オッケー、ハッピーメモリーで、ピュアリー効果、まあ、これは吹き飛ばしてばいいんじゃないですか、まあ、一応リンドブルムなんかな、これはリンドブルムで、吹き飛ばします。で、変身できませんでした。で一応速攻魔法1枚ありますけども、多分速攻魔法打っても多分何も起きないんじゃないか。よし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 、9500あんのか、いや断罪とかいうカード今いらないんだよな。リチャージャー今のうちにとりあえずストライカーだけ出しとくか。でリボルブとセクターだけ持ってきておきましょうか一応ね。アナコンダはちなみにもう意味ないですね、多分意味ないですね、意味ないわ。あ、これあれだな、これリンドブルム落としたらミスったか、これアナコンダ一応してリンドブルムを楽園融合で出しに行く説はあったな、いやまあまああったな、それうわこれこれリンドブルムミスったか、まあ、いつもの癖でちょっとリンドブルム落としちゃったこれ、まあ、とりあえずバトルフェイス行くしかないですね。あんまやることがやることがあったけど、まあ、ワンキル取れないんでさすがに9500がこの手札から無理、メインツ入る、
で、一応断罪セットして、まあ、断罪打てますね、一応断罪打てます、多分なんとかするしかねえ。これでミラジェイドが一応あと1回打てる。で断罪も一応ある。いや、なんとかなる可能性はある。でそのフェーズでマイクレンド入る。でリリーもいる。で手札速攻魔法と何か、リリー、はい、オッケー。これ慎重に行かないと死ぬぞ。リープオッケー。ハッピーメモリー、オッケー。ハッピーメモリー、ハッピーハッピーハッピーメモリー。マイフレンド対象にとって、リープを捨てて特殊召喚リリー、オッケー。これはね、まあ、リリリリってことは、これあれか、ちゃんとリミットレギュレーション守ってんのか、これもしかして。お前偉いな。リミットレギュレーション守ってるパターンや。なるほど、リリー2枚でちゃんとやってるタイプの人間ですね、これ。普通に優秀。はい。で、リリーの効果って言ったら、ミラージェイドで飛ばせばいいし、これは結構いけるの。あ、はい、OK。リリー効果対象を、これ吹き飛ばします。で、てっくりスプリンド落として、まあ、ミラージェイドでよかったの、これ。こう、まあ、ワンチャンね、もう一回ミラージェイド取られたら、もう一回ミラージェイド出せるっていう説はあるんですけど、まあ、もうコストねえか、ミラージェイドの。で、マイフレンド、なんとか一回もエクシーズをさせないことに成功している。今のところ全てエクシーズする前にしょっている。マイフレンドを貼られたが、デリシャスメモリーかスリーピーメモリーかどっちかで、スリーピーメモリー OK。 これで罪やろ、これで罪多分。で戻せばいい。はい。でエクストラデッキ戻します。はい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 。これでだいぶきついんじゃないですか、先生。先生、これだいぶきついんじゃないですか。あとは、手札に、あれですもんね。なんか、変な速攻法があるだけですもんね。さあ、あとは私、これ5000円を出せばいいだけか。これは、チャージャー回収ムーブすればいいのか。ストライカードラゴン効果発動。ストライカー爆破します。リチャージャー回収。OK。で、リチャージャー効果発動。エクサデッキから出てきたモンスターがぶっ壊されたんで、そいつじゃねえやつ出す。で、バルドレイ行く。5500、100。あ、来た。バトルフェイス。OK。なんか1ミリもドラゴンリンクの動きしてなかったけど、なんか勝ったわ。まあちょ、これができるっていうのが、まあ、このデッキのいいところなんで、まあ、展開がね、通んなくても諦めないようにしましょう。対戦ありがとうございました。うわー、まあでも言うてか、まあ、高校だから、まあ誘発聞いてるのはまあまあか。セアミン、はい、それはね普通にする。まあこれ貫通されるかもしれないんで、ここは裏打たない。でフォクシーチオッケー。まあフォクシーには裏打つか、さすがに。で、ディアノート、シャラクサイ、はい。で、ディアノート特殊からのって感じかな。おシャラクサイ、なるほど。これあれ融合だろ、カープライジングか。いや、まあ、ガンマケアすんならカープライジングリリースしたそうですもんね。これ無限抱擁ここで打ったんじゃないかな。無限抱擁ここで打って、まあ、一応ガンマケアするんだったらこうだな。これでまあ、あのカープライジングリリースしても、あの効果無効になってるんで大丈夫ですね。何まだ諦めねえで、ティアラメンツ使ってやがるやついるぜ。まあ言うて、たまに当たるティアラメンツめっちゃ強いんだけどな。なんか普通に、なんかありえない展開されて普通に負けんだけどさ。なんか、いまだにね、ただたまにね、事故ってくれる時もあるから。いや、これはうららでしょ、さすがに。召喚権も使ったもんな。これはうらら。あと、手数出るカード、多分ないと思うんだけどな。あ、でも、フォクシー中あんのか。やべえ。フォクシーでこれ、あれか、シェイレーン捨てるパターン。やべえ。で、こっから動かれる。
いやでも湯で融合する先がない説、あのシェイレーンと融合モンスターあんのか。やべ、やばいことが起きた。ちょっと待ってくれ。これはあでもあれかスタペリアかこれ多分。あーなるほどな、はい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 、オッケーいいでしょう。スタペリア、まあでもこれで止まるでしょ多分。あオッケー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 、まあまあまあこのくらいであればこのくらいであれば、あセイファーときた、なるほど。いやなるほどなるほどなるほど、まあまあかな。これ増陣でもうらら打てばいいし、まあ結構いけんじゃねえかこのくらいのハンドだったら。まあセイファーと召喚するな。でセイファーと効果発動で、セイファーと効果で、セイファーと墓地送って、ですね、まあ、これコラプサーペンと持ってくるしかないですね。で、コラプサーペンと特殊召喚、セイファーと除外して、特殊。やっぱね、あれですね、あのこのコラプワイバーの、ね、動きができると、まあ言うてね、モンスター数は増えるんで、これ非常に優秀ですね。さあで、ストライカードラゴン特殊召喚でスタペリアがどこで使われるかだなとは。でまあ見えてる妨害はスタペリアしかないので多分スタペリアどっかに打ってくるんですけども、まあ、ストライカーはあちらにサーチ入んないということは手札バレますねこれね、まあ、手札あそのストライカーの方が発動できないっていうことは、まあ、手札引いてるってことなんで、はい、でワイバースター特殊召喚よいしょ。で多分ロムルスで打ってくるのかちょっと分かんないんですけど、まあ、とりあえずリボレブ打ってで、トレーサー出しに行く。これで、まあ、一回ちょっとシンクロしに行ってなんかそこに使わせる説はまあまあありますね。はい、多分このルーラーしたらさすがに使ってくると思うんですよね。ドラゴン、ああなるほど、そこで行ってくる、なるほど。あレベル下げてってことか、なるほど。まあでもこれ自分で破壊すればいいんじゃない。まあこれフリーチェーンなんでこれあんまり打ちどころとしては良くない気がしますね。そこのそのドラゴンサペリア君これ普通に逃げられちゃいますけど大丈夫ですかね。ドラゴン、ドラゴンじゃないや、トレーサーを叩き割ります。まあこれ効果無効になるぐらいだったら自分で叩き割って死んでいくからねこれ。でパリーンってなってバレットキャリバー、こいつも中7のマジ偉いよな。これも中7なんですよね、これめちゃくちゃ偉いです。で、まあ、一旦アドバンテージの塊おじさんことカオスルーラーを爆誕させていく。はい、でこれでなんかビンステッドとかその辺拾いたいね、ルベリオンとか。さあ5枚めくり、さあパチンコしていくぞ。はいはい、サロニール、フクラクイン、ゾウジエ、うわ、あんま強くねえ。あんま強くねえけど、サロニールしかねえか。あんま強くねえけど、これルベリオンがよかったな。で、サロニール効果発動して、相手のカードとかでいいか。まあ、ここでしかも、カオステリトリーが落ちる確率もちょっと下がったんですよね。ここで。結構うざくないですか、それも。それもね、まあまあうざい、点ではある。でですね、アナコンダか、ここもうねあれなんですよね、なんだっけ、バレルエンド、バレルエンドまではねちょっとなかなかね行きづらくなってますね。こんな感じで結構やっぱ落ち方にもよるんだけど、まあ落ちてめちゃくちゃ落ちてればいけたけどね、多分モンスターいい感じでいい感じでモンスターが落ちてればいけたけど、まあちょっと落ちが弱いとまあ結構こうなっちゃうんで、まあこれはしょうがないといったところで、でルベリオン爆弾させて、で効果発動する。で楽園の獣を置いて、でカオスルーラー蘇生させて光と闇除外する。まあ、闇はどうでもいいか、サロニールは蘇生最初だからストライカーでいいかな。これで一応アタッカーですねこれ、アタッカーよいしょ。で、アナコンダぶっ込んで、まあ、ミラジェイドですね。これ、ワンキル取れるのか ?6800。68。68取るかなこれ。とりあえず、ミラジェイド爆発させます。はい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 。ミラちゃん出していく。OK?
あ、これ足りねえな。これ足りねえな。守備でセアミン置かれてるのうざすぎるな、これ。破壊して、破壊してしょって、破壊してしょっても3000、3000だもんね。これ足りねえな。ちょ、うざっ。まあ、しょうがないか。しょうがないな。まあ一応、しょってに行きました。楽園の獣発動して、まあこれ、打点抜けないんで爆発させます。ワンキル取れないんだったらメラジェット残しとくか。バトルフェーズ。まあ普通にこれ殴って。メラジェットの効果は一応使えるようにだけしといて、まあ相手の、ターンで打っていくの方が強そうですね。で、まあ一応楽園の獣で副楽園置けるんで、これで副楽園で、まあ墓地のサノネイル帰ってきたりとか、まあ、そういうのができるんで、まあまあ、まあまあなんじゃない？エンドフェーズで副楽園 OK。 まあこんな感じでね、なんかあんまバレルエンドとかできなくても、まあ一応カオスルーラーとかで頑張るみたいな感じのデッキになっております。さあエンドフェーズ、よし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 、エンドフェーズは草もたま相手なんもいけないからさすがに動けない、といったところですかね。まあ、これ普通にバトルフェーズ入っちゃっていいか。バトル。なんもないでしょ。多分ね、余計なカードを発動せんと、そのまま殴った方がいい説。あ、なんもなそう。オッケー。対戦、ありがとうございました。いや、なんだかんだやっぱミラージェイド強いわ。ガンマでどうにか、なっていただけませんでしょうか。時を割くモルガナイト。いきなりヤバいカード発動された。おお、ヤバいヤバいヤバい、なんだそれは。あー、キモい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 、激キモデッキだ。ヤバい、まともなデッキには絶対に入れられないと言われている。うーわーうわあ、クソゲーじゃねえか、クソゲーじゃねえか、クソゲーだろ、なんだこのクソマンめ。ふざけんなよ、ダブル結界像を笑った。いや、なんもいけない。セーフアートを使ったところで特殊ができるもんさいないしな。じゃあ今水しか特殊召喚できないと炎しか特殊召喚できないが掛け合わされまして、今何も特殊召喚できません。はい、あの結界像はですね、あの2体あの場面にいると特殊ロックかかるんですね。これあのパッキオロみたいな感じです。はい、あのお互いにも何も特殊召喚できないという話ありますので、もう強欲同様なつもやりすぎだろお前、デッキなくなるぞ。6枚、これワンチャン耐えたらデッキなくなるんじゃね。深淵の結界像やば、結界像入れすぎ。え、これマジデッキ切れまで耐えたらワンチャンじゃない。バレットリチャージャー、バレットリチャージャー来た。バレット、これワンチャン耐えれそう。これモルカナイトってあれなんですよ、デッキなくなるんですよね。結構調子乗ってると今もう相手ゴードン2回打ってるんで、ハムズコール、何くだらねえカード打ち上がって、もうどんどんでもできなくなってるぞ。いいぞ、魔導士の力、まあいいだろう。これで爆発的な打点の結界像を、あとだってさ、デッキ残り3枚でしょ。いや、これいけんじゃない。うわ来た、先行の結界像、魔導士の力、やばすぎやばすぎ、何この目、何この満面、いてぇ、避けろ避けろ避けろ、セーフアート、いてぇ、くそ。いや、でもそいつは守力が2100あるぜ。よし、いや、ワンチャン耐える、ワンチャン耐えろ、耐えろ耐えろ耐えろ、ワンチャン耐えろ、いけんじゃねえかこれ。え、相手固まってるぞ、なに、え、なにこれ、あーリチャージャー、やばい、これが起きた。え、うお、デステリーダラウ、出せるモンスターがいません。いや、これ惜しかったけどな、相手残りデッキ0枚なんだけど、このターン耐えたら終わっちゃった。いや、マジで本当にモルガナイトとかいうカードゴミすぎんか。